次はですね、私はシーモンの西門町の方に向かいまして、チャイニーズシューズ欲しかったお店に行ってみたいと思います。でその後ですね、カラスミのお店でカラスミ買って、ご飯はそうですね、ちょっと時間がないので、あの八方塞がりのお店でみんなと一緒に食べる形になるかと思います。タクシーで西門町まで来ました。さあ、お目当てはですね、まずチャイニーズシューズです。はい、ということでチャイニーズシューズ買いました。見てください、これ可愛くないですか。お値段は350元なんで、日本円で1200円弱、めちゃくちゃ安いですよね。この可愛い靴が買えるのはこちらの天竜百貨さんです。興味ある方はぜひ来てみてください。じゃあねー。続いてですね、もう一箇所来たかったことがあるんですよね。なんとですね、カラスミのお店ということで、昨日 D4J にいた時にカラスミのあのお店に行こうと思ったんですけども、昨日は残念ながら定休日ということで、今回は、西門町にあるこちらの、ご創業食品っていうんですかね、こちらのお店に行ってみたいと思います。台湾はカラスミが名物だということで、でしかもこちらのお店はですね、他のお店と比べて塩辛くなくて、とろけるような食感が特徴ということなので、ぜひこちらのカラスミをゲットしてお酒のあてにしたいと思います。おい、着きました、カラスミ屋さんです。あ、なんか結構カラスミ以外のものもいっぱい置いてあるみたいですね。しかし私が欲しいのはカラスミなんじゃ。あ、いろいろありますね。カラスミは常温で1週間、冷蔵庫で1ヶ月、冷凍庫で6ヶ月。何を買えばいいのかがわからない。てかむちゃくちゃ大きくないですかこれ。わかるかな、めっちゃ大きい。これめっちゃ大きいからやっぱ高いのかな。700元っていうことは1、2、8、3000円弱、それでも日本に比べれば安い方ですよね。どれにしよっかな。はーい、カラスミ買いました。じゃじゃーん、ババーン、なかなか立派なカラスミだったと思います。135g だったので600ドル、日本円にして2300円くらいですかね。カラスミ家に帰ってこれでピーと日本酒をいただきたいと思います。では次の場所に行きます。ハマー個人行動最終目的地はですね、どうしても今回台湾で食べたかったガチョウのお肉が食べられるお店です。いや本当はね、最初に調べてたガチョウのお店行きたかったんですけど、ちょっと離れてるということで、今日はこちらのお店にしようと思います。ババーン、鴨肉編。鴨肉っていうのがガチョウのお肉らしいんですけども、ここはファストフード感覚で鴨肉が食べられるということで行ってみたいと思います。麺とビーフと鴨肉ということで、鴨肉と、でもビーフ、足だけは嫌だな。めっちゃ高くない？ビーフン多分で、スモール？スモール、200円。あー、オッケーオッケー。これ？実際200円。200元。あ、200元。そばビーフ、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 ビーフ。なんかメニューには載ってなかったんですけど、スモールポーションもあったみたいです。早く食べないと腰がなくなっちゃう。あ、で鴨肉来ました。パクチー
チーム上にたくさんポコニスが乗ってます。スープから。これがガチョウのスープなのかな。すごいコクがあってだけどあっさりしてる。美味しい。これは二人にも食べて欲しかったな。いただきます。日本で食べるビーフンと全然違う。麺がまず細いのと、あと舌触りが結構デコボコしてるっていうか、あんまりツルツルじゃないですよね。だけどその分スープが絡んでめちゃくちゃ美味しいです。ガチャの肉いただきます。やべーす。これは鴨肉ともちょっと違うかな。鴨肉にも鶏肉寄りなんだけど、その鴨肉の脂の部分ですね、上の手は。これがめちゃくちゃ美味しいです。カラインフォームのソースがいいかも。不思議だな。この肉のところはめちゃくちゃ赤身なのに脂がすごい濃厚で、鶏と鴨のいいとこ取りって感じです。テイクアウト OK？ テイクアウト OK？ バイザンザー長谷さんに電話しよう。すいません、14時に着きそうにありません。今ね、まだ西門町で今からお店出るとこだから、あの餃子屋さんの場所を教えてもらえば直接行きます。うん、はい、オッケー。はーい、あとで。いやいや、自由すぎるのもね、問題ですよね。ちょっとこの旅で反省しました。朝もね、そもそも行きしの飛行機も、まあ、いつものペースで1時間ちょっと前に着けばいいかなとか思って、いつものペースで来ちゃったんですけど、結果1人だけ席が離れるというね。そして私の席がもし一緒に取れなかったらどうなるかという心配をね、2人にしてもらうというね。いやちょっと自分勝手に行くのは良くないですね。反省してますって言いながらゆっくりスープ飲んでるんですけど。いやね、一人暮らしが長いとマイペースがね、一人についちゃうんですよね。2分60元のガチョウ肉が200元でした。安い。まあ消毒だよ。そうそう、消毒。あ、すごいすごい。うん、本当にびっくりした。そうだわ。これ苦手やつになってかも。うん、苦手やつになってかも。美味しい。スープにさ、後入れしたみたいな味でね。うん、あ、でもそうかもね、加熱されてない。